はじめまして、私は資金50万で現物のスイングトレードで移動平均線と RSI を利用しています。また損失を出すことが多いので資金を増やすことは考えていません。メンタル維持のために取引時間中は株価の確認を朝昼夕の3回で過去10分にしています。銘柄選びの基準があやふやで損失が多くなっていると考えているのですが、どのように銘柄選びの知識を習得すればいいのでしょうか。また何か改善点があればお願いします。いや、素晴らしいと思いますよ、今やってることが。50万でやってるけど、まあ、損失出すことが多いので資金を増やすことはまだ考えてないと。メンタル維持のために自分の中ではこうやるのがメンタル維持になるからこうやってると。で、まだ銘柄選びの基準があやふやで損失が多くなってるから、その銘柄選びの基準を高めていこうっていう段階ってことですよね。文句がないんで、それを続けていくことと、銘柄選びの知識の習得の仕方は、当然自分のそのダメなところを、その今何がダメなのかを毎回のその決算なり何なりで何が違ってたのか、自分の想像とどこが違ってたのかをすり合わせていくのが一番いいんでしょうか。でもその流れとしてめちゃめちゃいいと思いますよ、固くて。おすすめの本を読んでます。兼業でなんとか資金を増やしたいです。参考になるサイト等あれば教えてください。サイトはちょっとわかんないですね。ツイッターぐらいしかわかんないですね。ツイッターが今一番みんなが見てるっていうのと、いろんな人がつぶやいてくれてるっていうので、誰かのサイトみたいなのは僕見ないですけど、ブログとかそういうことですかね。もう今は見てないですけど、でもまあそれをたくさん見るっていうのも一つの勉強なので、まあ、片っ端から見て正しいと思うのを残していってみたいなのも、まあ、一つのやり方だと思いますよ。